篠山貝塚篠山貝塚は、栃木市栃木市藤岡町藤岡にある、縄文時代の貝塚である。旧、渡瀬川砂岩、現、渡瀬川右岸、渡瀬遊水池の西側に位置する。藤岡町指定史跡であり、栃木県や明治大学が発掘をしている。篠山貝塚篠山貝塚は、旧渡瀬川砂岩、現渡瀬遊水池に面した位置に存在する。 縄文時代、縄文海進と呼ばれる水上昇により現在の小賀島で東京湾が入り込み、満潮時には貝塚の前にまで海水が来ていたと考えられる。それを古道京湾と呼ぶがその最大地にある貝塚として本貝塚は有名である。貝塚はもともと南北100メートル、東西70メートルに達する大きな綿絵型で山としじみの淡水性害が中心であるが、 柿キサザエ等の海洋生害も見られる。土器は前期、関山式である。多量の鹿やイノシシの骨も見つかっており、また、それを用いて作られたであろう針、ヤスなどの骨格器も見つかっている。さらに、本海塚からは、海星の腕輪も見つかっている。しかし、この時期によく見られる、黒曜石製の石器等の発見は少ない。目の前に、渡ら瀬有水池の土手が迫る。 死水作業に伴う土手の工事のため、この遺跡は破壊された。それと同時に、県指定史跡も解除された。破壊されたとはいえ、今でも半分以上の貝塚が残り、地表に大量の貝が見えている。ありがとうございます。